タラズはカザフスタン共和国のジャンブール州の州都。かつてはタラスやジャンブール、アウリエ、アタ、ミルゾヤンなどと呼ばれた。カザフスタン南部に位置し、キルギス共和国の国境に近い。人口は33万100人であるが、人口増加率はカザフスタンで最も高い都市の一つとなっている。タラス川の戦場地にあるオアシス都市。トランスオクシアナでも、 最古の町の一つで、紀元前一世紀、強度によってこの地に短期間ではあるが砦が作られた。紀元前36年、タラスカ藩で自然は艦に破れた。2001年に町の創立2000年を祝った。6世紀以降は特欠、その後、西特厥の領地となり、当時、南カザフスタンを通っていたシルクロードの主要な交易拠点の一つとなる。 751年には、東とアッパース町の間で、タラスカ藩の戦いが、タラス川で戦われた。11世紀にはカラハンアサの都となり、繁栄を迎える。19世紀初頭に、高官土藩国の支配下に入り、町が拡大。春には、大きな市が立ち家畜や、農産物の売買の中心地となる。1856年には、アウリエアトと呼ばれるようになる。 1864年、ロシア帝国軍に包囲されると陥落。シムケントと結んで、ロシアの重要な軍事戦略拠点となる。ロシア風の新市街地が建設される。ロシア人、ウクライナ人、サルト人が住む家畜の飼育が盛んな町となる。この頃は、カザフ人は、ほとんどいなかった。その後、カザフスタン共産党の一党初期の名を取って、ミルゾーヤン。 カザフスタンの民族詩人の名を取って、ジャンブールと改名するなど、頻繁に氏名を変える。1930年代以降は、ドイツ人、チェチェン人、クラークなどスターリンに、人民の敵とされた人々の追放先となる。1960年代以降は、科学工業を中心に工業化が急速に進む。独立後、ボルガドイツ人やユダヤ人だけでなく、 ロシア人の多くも街を離れ、代わりにカザフ人の流入が続いている。1997年、足らずの名に戻った。ありがとうございます。